はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、シャドーバースやっていきたいと思います。今回は、ビューティー&ビースト、美女と野獣のね、ニュートラルエルフデッキでございます。いやー、作った。作った、このカード。あのね、今のエルフってこれが強いんじゃねえか、つうことで、ちょっと今回は、このエルフのデッキです。でね、ちょっと6ターン目の動きが、ビューティー&ビーストした後、ブリンディ、動きたいなと思いまして、7ターン目のね、エンハンス能力でね、相手のリーダーか相手のフォロワー一体に2ダメージを2回行うっていう能力があるんで、これ、うまく活かせるんじゃないか？ビューティー&ビーストだけでも強いのに、ブリンディーってなかなかいい感じでは？つことで、やっていきたいと思います。まあ、超越ウィッチャーちょっと怖いですけどね。ニコスのカードとかまあまああるんでね、ちょっと怖いですが、やっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。敵さんは何かな。おお、ドラゴンさん、ドラゴンさんか。そうか、うん、バハとかめんどくさそうだね。先行取っていく。あ、ビューティー&ビースト来た。ちょっとドローソースがあれなんで置いときましょうか。ブリンディはさよなら。エルフの衝撃いいよ。ただ先行だからな、カードの枚数が少ないんだよな。1コスト2コスト3コストの動きが欲しいところ。はい、2コスト来ない。まあいいでしょう。まあ、ニュートラルカードがいっぱいあればエルフの衝撃のね、威力が上がっていくから、まあ、今の時代現象の竜使いはいないからね。いないっていうかあんまり見ないから、森嵐への報いはいい感じだよね。 OK。 ただニュートラルカードが2枚しかないな、ちょっと嫌。3枚ないとビューティー&ビーストの能力が発動しない。さあどうするって聞きたいの。マチルダ、ん？うん、これ、え、マチルダが入ってるのって基本あれだよな、現象だよな。弱体化した現象でもいるのか、もしかして。まだいるのか。さてどうくる。一応繰り出したけどアイラ、まあ何もしてきませんな。もうここでドラゴンナイトアイラ取ると、相手が次竜の闘技使ってきた時がめんどくさいから、ここはカイザでいこう。カイザで顔殴っときますか。まあ回復されるかもしんないけど、そこら辺はまあ大丈夫だ、多分いける。さあ 4PB 何をしてくる。ファイアリザード、あ、そっち相打ち、なるほど。そしてどうくる。2PP でなんかめんどくさいことしてくる。ブーンしてくるね。腹がすいたらまた会おう。まあいいやろ。でだよ、森嵐、うん、進化圏はビーストまで取っておきたいしけど、エルフの衝撃を使うのももったいないなら森嵐、うん、オッケーいいよ。でこの後はユニコ、ユニコで相手に無理やり取らせようとするっていう手も一つはありなんだが、人参さんでも言っとくか。人参さんが安定っちゃ安定じゃなんだよな。グリームニルはね、もうここまで来たら10コストで使いたい。人参さん行ってこい。人参よ、言っとくが、私はそこまで人参が好きではない。あの食べるの好きよ、君は嫌い。一緒行こう。さーて敵さんの 6PP 何してくるかな。竜の闘技、なるほど、竜の闘技か。どんだけブレイジングブレス持っとんの。お、まあ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 いい、進化はしてこない、なるほど。あー、ビューティー&ビーストですね。いいね。さあ進化でとことん強くしていこうよ。OK。 この愛を、いいね、いいね、声いいね、2人とも。2人ともいい声してますやん、声優誰かな。さあ原初の竜使いでしたか。そうでしたか。あ、でも取れないんだ、なるほど。これで顔を、私リーダーは2点ダメージ食らうけど死にはしないね。そこ進化するんだ。でも進化しても、うん、だよね、そのまんま置くよね。あ、オッケー、展開の階段か。ちょっ
まあエルフの衝撃は今1、2、3、4、これも一つに含めていいのかな。まあいいや、これで5点出るなら OK 最高じゃないか、最高じゃないか、獣になろう。おい9点。まあここはもうがっつり守護派って並べとくか。でここは忍者、オッケー。さーてと、敵さん9ターン目何してくる。まあ、いっちゃんめんどくさいのはあれかな、ウロボロスかな。でも入ってないでしょ。お前にはい。あー、つえーな、つえーな。はい、というわけで今回はですね、エルフのビューティー&ビーストニュートラルロイヤルのデッキ、ん違うね、ニュートラルエルフのデッキでやっていきました。まあ悪くはない。あれですね、超越スイッチと当たった時にどうなるかちょっとわかんないですけど、まああまり苦手な相手もいないっていうのはいい感じかな。ちょっとねブリンディも活躍させてみたかったんですけど、まあいいでしょう。つうわけで、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。